おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日もメタボ47ということでね、プランクの挑戦が今日は6日目になりますね。令和2年の6月21日です。明日でちょうど1週間になりますけども、このプランクね、60秒から開始して今は90秒ができるようになりました。90秒になるとですね、1分を超えたあたりからもうね、頭の中に限界で早く終われ、限界で早く終われっていう風にね、ループしやすいんですよね。でも私の目標っていうのは、2週間目に今度はね、2分をね、なんとか行きたいと思ってるんですよ。2分のプランクというと、私もね、ちょっと前人未到と言いますか、かなりの挑戦になるわけなんですけども、とかくですね、新しいことをやろうとしたら、今までないことを求められるんですよね。まあ当たり前ですけどもね。ということでね、常にやっぱり自分に対して挑戦していきたいなと思いますし、これから自分の可能性っていうのを少しでもね、見つけていきたいと思います。そういう意味での自己否定論というんですかね、自分にはまだできるはずだ、もうちょっと何かやり方があるんじゃないかなっていうふうに模索し続ける心が私の言う自己否定論なんですよね。決してですね、自分はダメなやつだとかね、自分はなんでこれしかできないんだというふうな人格否定に走らないようにする、これがだから私の言う自己否定論です。人格否定と自己否定は違うということで、私もね、このダイエット、そしてこの筋トレの方にもこの精神を生かしていきたいなと思います。メタボ47、今日はですね、1分35秒くらいができたのかなと思います。さあ、プランクの方そろそろね、プルプルしてきて終わりになります。それでは明日がとりあえず最終日です。またよろしくお願いします。失礼します。